ギャンブルはすっぱりやめたかけてもいい。もはや神は信じません。神に誓って宣言します。禁煙には何度も成功している。何度も。すごい自信だ。言っとるわ。じゃあなんで喫煙室に。もう5回も渡航に失敗してしまった。そう言うと鑑真は、諦めが鑑真だと寂しそうに微笑んだ。さ、それな。諦めが鑑真。誰も気づかず。いや、気づかぬふりをした。お前服めっちゃ黄ばんでるぞ。アイシー。早く着替えろ。この服普通に欲しい。これは黄ばんじゃなくて黄ばん。途中から試合が空中戦になった。逆翼。稲妻イレブンか？ここからはエキシビション。膨張次元サッカーですね、わかります。先日助けてもらった鶴です。随分魅力的な鶴ですね。鶴っていうよりフラメンゴ。こんな鶴だったらいくらでも助けたいわ。恩返しは、わかっちゅうな。はあ、はあ。いなければお前さえいなければ。ば？目がやべえ。あかんやつ。こっち見ないでー。同じ言葉でも佐々木のぞみと吉田沙織が言うと違った意味に聞こえる言葉。大抵の男は5秒もあれば落とせるわ。落とす。心か命か。5秒もかかんない。心理的と生命的な。帰ってきたら立場が逆転してた。嫁目線。夫愛。俺の猫と似てるな。政治家を叩かない政治家ボケって珍しい気がする。忘れろ、ご主人はもういないんだ。ゴンタが1000円で売っちまったんだ。安っ。あれか。ワン太郎。やっぱ1000円じゃね。どこ行きやがったあのナシ。激おこなのね。武者したのか。仲良くしようナシ。ふなっしー何をしちゃったんだ。留守中にアコーディオン日をいやらしく触ってたら妻が帰ってきたので、自分だと識別されない可能性にかけ最高出力でブレる。まさか。二人戦っとるな。アコーディオン日で刺した。妻二人暮らしでしょ、あなた。父さん、母さん、俺、本当に二人の子供なの？も、もちろんよ。巨大消しゴム彦な、なぜ疑うんだ、巨大消しゴム彦。彦って、巨大消しゴムつぼった。ゴルゴムの仕業だな。長体を表し出しすぎちゃった。自宅の全焼、両親の事故死、富士の病の発覚。そんな不幸を打ち消すように、メタリック昆布が陽気なダンスで励ましてくれた。いや、昆布。喜ぶ。打ち消せるものか。アスカが風呂で歌っているとかならずハモリにやってくるチャゲ。チャゲ？チャゲの扱いがひでえ。もうチャゲにしか見えん。今から一緒に、これから一緒に、歌いに行こうか。壁に毎日ラブソングを歌って聞かせてたら私の恥ずかしい部分、見せてあげると言ってバッて開いた。閉じなさい。閉じなさい。地面とか壁。すぐ閉じなさい。閉じた時もそれはそれで気になる。おいでほら、怖くないよ。やだ、ギュテするんでしょ。わしのこと、ギュテ抱きしめるんでしょ。壊れちゃうよ。バカか。ギャップ。大混乱。顔わからめんな。これ立川がなくしたコンタクトじゃね。懐かしい。随分移動したな。よく無事だったな。ホームベース周辺でなくしのに不思議だね。乗ってけよ。お、おん。かっけえ。言ってそう。背中に子犬がいる。ご一緒にビッグマッチョはいかがですか？ぜひ。個人的に一番おもろい。ついやっちゃうんだ。このマッチョはいらん。駐車券に届きそうで届かない。わかる。あるある。いつもの自分。いつも諦めて降りてるよ。襖は絶対に開けないでと言い入ってった3時間後そっと部屋を覗くと、見られる気満々のポージングで待機してた。ダボー。何のジャケットだっけ？そっと襖を閉めました。3時間かけて体のキラキラくっつけたのね。寝相が悪くて秘密結社に転がり込み体を宇宙兵器に改造されたけど、地元の友達に手を振る気さくな性格は変わってない。最終兵器彼女。気さく。脳のどこ使ってこの発想？友達も手を振り返してくれてますよ。あーっと、胴体にしまっておいた僕の大好きなジューシーお揚げが。どんな画像だよ。ジューシーお揚げ。ジューシーお揚げ。お揚げがジューシーうどん。働くから。嫁か。おかんか嫁か。なんだ俺らの絵かよ。最近、嫁が大抵こんな感じ。許してにゃん、お腹冷える、トイレ行こ。あ、右上腕に頭筋先輩チーッス。お腹が、やべ、出ちゃったかも。背骨抜いて自害。最後。自害。背骨だと。許してにゃんからもう違う。この間違い探し難しい。わかるよ。うん、わからん。左がオスで右がメスだろ。降参だ、答えを教えてくれ。
山田さん、ハンコは名字でお願いします。よめん、このハンコが欲しい。せっかく作ったのに。これをハンコにできる職人さんがすごい。会計局長安倍晋三、アーチェリー部体育大会の日の車の台所を預かり宿泊。しかしこの経験は将来政界でもきっと役に立ちますよ。3本の矢が全部外れてました。すこ、当てが外れたの。親切しやな。生徒から税を徴収してそう。昨日の対戦相手です。こわ、美味しくいただかれました。昨日の対戦相手だったもの。闘牛ですよね、闘牛ですよね。俺何にもウルトラじゃないんだ、気にするな。俺なんてバッタだぜ。代行呼べよ。飲酒運転はあかんよ。ほのぼのしてて、なんか好き。飲酒運転は、法律により禁止されております。ご注意を。お前俺の上司だろ？それぐらいやっとけよ。上司がやるべきなの、報告書とかじゃね？そもそも俺の方がお前より先に入ったのに、なんで先に昇進するんだよ？マジで高年の高に見えてきた。やめれ。上司、なんで俺がお前のフォローしなきゃならないんだ。ってやつ普通に言うからな。日曜、休日を除く。ブラジル人へ声かけ禁止。時差にも気をつけろ。で、町内会で問題になってたわ。日曜休日はか。なるほど、ブラジルの人聞こえますか。なのね、みんなよく気づくな。サバンナヤギの家の付近かな。紛らわしい。カープファンはこれわかるらしい。紛らわ、確かカープはレッツを真似したんだよね。右上捨てハゲのジムバッジ。お悩み相談相談。日本中の人情は死にました。日課の全裸散歩中、公園を歩いていたら倒れている女性を見つけました。記憶を頼りに人工呼吸と心臓マッサージを行ったら無事に意識を取り戻し、その時ちょうど誰かが呼んでいたのか、救急車が到着しましたが、女性は隊員に向かって、それまで気を失っていたのが嘘のように、助けて、襲われる、とヒステリックに騒ぎ始めました。ちなみに、女性も隊員もすっぽんぽんでした。最初からひどいんだけど。なんで全員、服を脱いでいるんだ。文章からしてはロタ。ちなみに、じゃねえ。乗って書いた？ボノボノ。目でした。当たったら交代ね。アザラシ界の流行り。テレビについた、絶対にいらない機能。常に、自分の顔がワイプで映る。意識上がって美しくなるかもよ。ゲーセンのマリオカートじゃん。いや、意外と面白いかも。ナルキッソス専用テレビ。お客様の声、ゲームセンターのプリパラおじさんが長時間使っていて困ります。なんとかしてください。当該店舗、担当者からの回答。うちの店長です。クビにしたれ。仕事せえよ。営業時間外にやれよ。きっと点検でもしてるんでしょう。階段。お踏み外し。転落して楽になりました。80代男性。その階段、天国への。成仏してくれメンス。そっちの意味で楽になったらあかん。誰が語ってるんだよ。胸に残り、離れない、苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。確かに、米津玄師は、徳島県出身だけどさ。秘宝、レモンのイメージ、ぶち壊し、米津なにダメ。なぜカットしてある。現場から逃走の男が。メロス。容疑者28、親友を差し出して怖くなって逃げた。走れメロス。名作が台無し。メロスかい。差し出すなや。キリン。鳴き声は牛にやや似た声でも音なく、ただしめったにその鳴き声を披露することはなく、首を長くして待つしかないという。アロンがスルーされている件。待っててもキリンがないけどな。キリンです。のどや顔が浮かぶわ。誰がまいこと言えと。それは、ちょっとチクッとしますね。というには、あまりにも大きすぎた。そもそも、チクッとする場所じゃない。初めて献血した時の針の恐怖よ。看護師さんバスターソードでも家に持ってんのか。使い回しは病気になる危険性があるので NG。バカも休み休み。いえいえ。反省の色のなさ、潔い。楽しそうでいいな。自分の気持ちのまんまじゃん。本家やん。生類哀れみの霊の大義語。焼肉食べ放題キャンペーン。大義語でもねえし。徳川光圀で草。多分犬肉。すげえ。泣き疲れて眠っていた孫を見たじいちゃんが続きを書いてくれた。すげえ。じいちゃんかっけえ。ブリーチファンとして、これはいい。栄翔がこれ。
女湯の見える人気スポット。左から二人目は俺。なんか女混じってね。どこですか、そこ。おまわりさん、こいつらです。子供たちが作った砂の山を全力で壊す。何してんねん。昔これの被害に遭ったのを思い出した。障子を破る猫のデジャブ。子供の悲鳴が聞こえる。ロシアにありそうなことわざ教えてください。大ピロシキを広げる。残さず食え。きっとある。自分のピロシキをわきまえましょう。ええやん。ことわざを少し変えて地味にロマンチックにしてください。猿も恋に落ちる。おおええな。モンキーマジック。ウキウキな恋始めませんか。いや、笑てるけどお前らのことやぞ。釣り革持たないと危ないでしょ。親切。おせっかい。いや、体幹鍛えているのですよ。ブーメランなの草。ふふ、探してる探してる。笑いをこらえてるような顔。審判のささやかな楽しみ。それはダメだろう。クソ野郎で草。コナー君8歳、レタス食べてるし、体にいいものを食べてるよ。運動？もちろん食べてるよ。何食べてるん？ダイエット？もちろん食べてるよ。確かに食うのも運動やな。適当に返事すな。3の倍数じゃなくてもアホになる。男塾に入れば田沢になれる。1の倍数ですね。全部アホになれる。鍋圧懐かし。電車の発車時。群衆なだれ。優先座席に折りたたみ座席。いいないいな、座席っていいな。おつかまりください。ハイブロック。多分トリトン。選手の驚きの顔。ナイスブロック。かわいい。スマブラで開幕早々 1P と 2P を間違えた人。この落ち方は64サムス。復帰しようとして横 B か上 B が誤爆する。めっちゃ笑った。キャラは不慣れなリトルマックだな。わしのメガネ知らんかの。いやーねー、今朝食べたじゃない。で、メガネはまだ可能？おじいちゃん。案外幸せかもしれない。どっちもボケとるがな。33歳、彼氏なし、職業。ゼクシー編集長。この続きが気になる。リアルっぽくて好き。逆らえぬ運命。いかんのか？結局千尋は戻ってこれなかった。振り返っちゃったんかな？悲しい。バッドエンディングじゃん。呼んでいる胸のどこか奥で。デール容疑者。私はチップ、と容疑を否認。わろた。中の人。相棒を売るなよ、でいる。嘘がバレバレだ。よくいるパパ。すぐ体の関係を求めてくる。ケチ、急に怒り出すことも。どこか女性を見下している。常識ある優しいパパ。とても紳士的で優しい。女性への気遣いがある。必ず、体の関係を求めてくる。すでにパパ活の時点で、体の関係ありだろ。でも気遣いがあるから、紳士的で優しいし、女ちょろいな。4歳の娘の前で吹いた。しかも、19% って。要するに遠行だろ。遠行。言い方変えてごまかしてんじゃないよ。半額セールで買った。アトラス用メガネだな。目玉親父シュバババ。全身半丈夫用。フレーム片方邪魔だな。3文字でこいつできるなと思わせてください。キャン。予想の斜め上だったわ。できるできる、松岡修造の霊。何ができるって言うんだ。こいつできるぞ。あかん。宮川大輔に見えた。ペイペイ使えば治るはず。ゾンビ祭り。 BPO 不可避。アリバイはある。それでもまだ俺がその女をやったというか、誰も女とは言ってないぜ。マイク嫉妬。やらかしたな。レッターわらわら。トムやるな。名古屋か。嫁今日は何の日かわかるよね。間違えると命日になるかもしれない。そんな計算いらない。わかったぞ、燃えるゴミの日だ。推しの誕生日でござる。ナイスセクシー、パチパチパチ、ナイスセクシー。国連気候行動サミットにて。気候サミットには草。セクシーコマンドやん。あの人はセクシーコマンド部だったのか。新次郎で草。全然待ってないよ、今来たところ。これが遺言は悲しい。何の用事で待ってたんだ。結婚するならこういう寛容な男性よ。待たせた奴がチリになるべき。8月、南区の宿泊施設で、現金5000円を渡し、15歳の少女に、命乞いをした疑い。命乞いして逮捕。わら。何があったんだろうな。5000円で命乞いができるなんて、お買い得やで。急に被害者と、加害者が反転。僕は大きくなったら警察官になりたいです。そう夢を語ったたかしくんは20年後に自宅の警備に当たっている。お仕事お疲れ様です。警備員と警察は違うぞたかしくん。
夢叶えたんや、たかしくん。どうしてこうなった？どうです、見てくださいよ。スーパーで買った寿司をこの板に置くだけで5000円ですよ。何とやっとんねん。ぼったくりやん。人の味覚なんてそんなもんよ。5000円はありえないが、2000円くらいなら騙せそう。波動拳。わかる人にはわかる。よう、こんな標識見つけたな、わら。Bボタン60分時間指定ありか。パワーウェーブ派です。突然石を持ち上げられ混乱する虫たち。なんか考えされられたけど。なんかわかる気がする。パニックだな。何かかわいい。隠しボタンでこの表示になる体温計がバカ売れ。欲しい。40度はさすがにやりすぎだから微熱程度に抑えないと。僕は犬でやって部活休みました。問答無用で医者に連れてかれる。ご飯時にすいません。隣の家のものですけどさっきまで出てたんですよ。虹が。うるせえよ。じわじわ来る。今言うなや。ご飯時にか。デザイナーは、あいつマジで生きやがった。モデルで遊ぶなよ。表情が自信に満ち溢れてる。時々遊んでるとしか思えないデザインあるよね。で、大ヒットするんでしょ？わら。電気つけない？闇にも紛れて。確かにな。俺は電気つけない方がよく見える。もう末期だな。それよりテーブルだけ明るいのが怖い。どんな数字でも2分の1をかければ半分になる。ってことはどんな料理でもカロリーハーフのマヨネーズをかければ？考え方がデブ？そうはならんやろ。足し算だよ。そっちのかけるじゃねえよ。小さなメダルを見つけた。それ、個人に捧げたメダルやで。隠し階段が見つかることもあるな。不謹慎、だが、ある。種系もある。お墓の裏側あたりにね。高血圧に悩む母と高血圧に悩む娘。どちらも命に関わる。急ブレーキとかしたら、首の骨砕けるんじゃないか。ちょっとした虐待では。自転車がかわいそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。